ティーチャークーボー、ティーチャークーボー、鹿児島桜島。はい、海ですね。綺麗ですね。綺麗ですね。お金がないと手に入らない、R GTR34 です。今3000万ぐらいですか。はい、ということで、どうしようかな。桜島、いや海をバックにしましょうか。はい、今ね、鹿児島最終日でね、今日桜島来てるんですけど、また晴れましたね。はい、まあそのお金、まあ僕もね、まあお金をこう、まあ、お金の勉強をし続けて、お金の商品を扱い続けて早15年以上になるんですけど、多分ね、他の人よりお金に対しての向き合ってきた時間とか全然多分違うと思うんですね。で、行き着いた結論がなんだろうな、まあ、あの前回の動画でも言いましたけど、お金はあった方がいいし、お金は必要であるってことですね。うん、だから今マヤさんといろいろ言ってるんですけど、まあガソリン代もかかるし飯代もかかるし、このま昨日はね、宮崎のホテルに泊まったんですけど、まあその宿泊費だったりとかね、あとその宮崎のなんかその秘境行ったんですけど、そこボート乗ったんですけど、2人で5000円なんですよ。で1人4000円、1人で乗ると4000円で2人で乗ると5000円。ダイヤさんが1人に優しくないですねと2人で寝ると5000円なんですよ。でもこの5000円なかったらね、いや5000円かちょっと高いなみたいになるわけじゃないですか。でその、ね、体験ができないわけですよ。じゃあ体験ができた方がいいのか、できない方がいいのか。できた方が良くないですか。だってどっちにしろ死んでいくわけなんだから。うん、旅、あの旅行とかもね、しないよりした方が、僕はまあ旅行が嫌いですっていう人だったらあれかもしれないですけど、こういうね、すごいいい、これどうすか、これ見て死んでた方が僕はいいと思うんですよね。綺麗じゃないですか。うん、やっぱ時間、お金と時間はこれあって損はないので、でもしそのいやお金が全てじゃないんですよとか、時間とかそういうのじゃないんですよってもし言うんだったら、もうそれでいいんじゃないですかっていう。だから久保さんが言う通りね、結局そのこじつけなんですよ。だからちゃんと別にお金があろうがなかろうが、別にちゃんと教育すればいいだけなんですよね、子供に対してとかは。だからそうじゃないですか。お金があるから、お金があったらみんなそのなんかぐちゃぐちゃになるのかっていうと、じゃあそうじゃないですよね。じゃあ、まあ、ちょっと天皇の話を出すとちょっと違う方向になりそうなんでやめときますけど、そう、全くお金に苦労してないですよね。苦労というそのまあね、あ、そういう概念で生きてないと思うんで天皇さんは。うん、じゃあって話じゃないですか。まあちょっとまあ話ずれちゃうんでやめときますけど。まあ結局どう考えてどうその動いていくかっていうのが大事かなと思いますね。まあお金に対してどう考えていくのか、向き合っていくのかとかね。まあ自分の人生にどう向き合っていくのか、自分の人生においてなんだろうな、まあどれぐらいの費用がかかるのかっていうのも真剣に向き合えばおのずと出てくるわけなんですよ。障害賃金もまあ3億2億言われてるわけですから、少なく見積もっても生きていく上で、まあこの国でね、日本という国を選んでね、普通の生活をしていくんだったら、普通に働いても2、3億円は必要っていうことがもう算出されてるわけですから、じゃあそれを早い段階で稼ぐのか、それとも40年こう働いて稼ぐのか、それは別にいいじゃないですか。人のそれぞれですよね。うん、だからまあ自分の人生としっかりと向き合って、で自分の人生にはどれぐらいの金が必要なのかっていうのを、もうそれもしっかり算出して、うん、しっかり考えるっていう。まあこの旅行みたいなね、こういうぐるぐる回ってますけど、じゃあそこにかかる経費があるわけですよ。でその経費はいくらなのか、じゃあそのいくら稼げるのか稼げないのか、補填できるのか補填できないのかっていう話じゃないですか。うん、だから僕は時間も手に入るし、時間も手に入るし、お金も手に入るネットを選ぶべきかなとは思いますけどね。うん、だからそれもまあ僕はお伝えしてますけど、ネットしか一択しかないと思うんですよね、個人が。いや自由にこういう風にやっていくんだったら。なんで今この動画もね、別にポケットから iPhone 出してすぐ動画撮れるわけじゃないですか。もうこんなすごい時代になりましたよね、久保さんね。昔なんてでかいこうついに8ミリビデオカメラみたいなの持っていかないと、まあ、映像なんか撮れなかったわけですから。今はもうポケットから出してね、こんなの結構綺麗ですよね、 iPhone。 これ iPhone11 ですけど、12じゃないですよ。すごい綺麗ですよ。そうだから今ね、インスタとかにもストーリー投稿だったり写真とかも撮ってアップしてますけど、まあ無料でできるし。そう、タイトルどうしようかな。
まあちょっとタイトルどうしようかな、ちょっと考えておきます。まあお金は必要、お金は金稼げた話ですね。こじつけるなっていう、そう、余計な不純物を入れなきゃいいんですよ。だって余計な不純物はたとえ入れたとしても生きていくに本当に 2,3 億円必要なんで、手取り20万円の40年かけてくださいよ。それぐらい稼ぐわけじゃないですか。なんか不純物入れずになんか天然水で生きればいいんじゃないですか。天然水、天然がやっぱいいですよ。この天然が一番いいんですよ。まあ東京離れましたけど、これね、東京にはないですよ。昨日の夕日もめちゃくちゃ綺麗だったんですけどね。はい、あやさんですね。終わりました、あやさん。行きます。はい、ちょ、桜島近いところあるんで行きますか。はい、じゃあちょっとそこまた。じいちゃん、空母。今日の朝ね、あやさんへ動画でしたけどね。あやさん寝てましたから、はい。ということで終わります。いってらっしゃい。